2台の死体はダミーなんかじゃない。それはソーダ自身の証言が物語ってたはずだ。え、俺の？ほら、俺たちがマスカットタワーからストロベリータワーに移動した時だよ。俺たちは死体が移動したと思い込んで、そこでお前は言ったよな。お前はその直前までマスカットタワーで2台の体を分解してたよな。お前がどう分解するかなんてわからないのに、それと同じダミーを用意しておけるはずがないだろ。ダミーを用意したのがソーダさん自身なら話は別ですけどね。ソニアさん、冗談がきついですって。冗談ですよね。大丈夫、ソーダくんは犯人じゃないよ。だってソーダくんが犯人なら連絡エレベーターやイチゴ回廊のスイッチを修理しないでしょ。壊れたままの方が犯人にとってはずっと都合がいいんだしさ。そうですか、残念です。俺の方が残念です。だが2台の死体がダミーではないと分かったところで、肝心の答えが出ないのでは意味がないぞ。別の階にある2つのタワーの両方に2台の死体があった理由か。単純に移動しただけじゃないかな。死体が別の階に移動したってのか。ほら、そういう装置に心当たりない？同じ建物を別の階に移動する装置だよ。ドッキリハウスのタワーってさ、片方から入れるときはもう片方から入れなかったでしょ。その装置もそれと同じで、あるところから入れるときは別のところからは入れないんだよ。あれはエレベーターみてえに部屋の到着を待ってたんだな。
待ってください。あのタワーの内部がエレベーターのように上下していたのなら。どうしてマスカットタワーの時に。ストロベ。違和感だらけだな。本当にあのタワーはエレベーターだったのか。人や物を見るときは悪いところよりいいところを見ましょう。なるほど。だからさ、何が変わったかは置いといて、変わってないものに目を向けてみようよ。それに何の意味があるんだよ。いいからいいから。ほら、変わってないものにはどんな共通点があったっけ。床にあったものってことでいいのか。で、で、奥の扉はどうして別のものに変わったのか、そこまでたどり着ければ答えは分かったも同然だよ。その答えはね、あのエレベーターの特徴にあったんだよ。あのエレベーターは床だけが動く仕組みだったんだな。床だけが動く？要は部屋だから。じゃあその別々の扉はどこに繋がってたんだ。外に…ただの飾りなんて、どうしてそんなものを作る必要があるのですか。その扉がマークの示す場所に繋がってるって私たちに勘違いさせるためだろうね。よくわかんねえけど、設計士の性格はひん曲がってるってことか。だってさ、モノミ、気のせいにしないでください。ちゃんとあんたが責任を取ってください。では責任を取ってお前を抱こう。わけないじゃないですか。ハレンチなジョークをやめてください。ちなみにさ、あれにはどんな意味があったんだ。マスカットタワーの奥の扉にあったチェーンだよ。あれは僕らをストロベリータワーから遠ざけるために犯人が巻いておいたんだろうね。俺らを遠ざけるため。実際あのチェーンがあったせいでみんなはあそこには入れないって思い込んでたよね。犯人が一目回廊のスイッチを壊したのもそう、僕らをストロベリータワーから遠ざけるためなんだ。全ては僕らをドッキリハウスの秘密から遠ざけるための偽装工作だったんだよ。そしてその違和感を手がかりに僕らが真相にたどり着いてしまうかもしれない。二つのハウスとだって、ね、あの別におけるタワーの位置関係が真逆になっているということだ。答えよ。これは一体どういうことだ。どういうことなんですか。